修道士の帯に吊り下がっている本。すぐに使え、東南や風雨から保護されているガードルブック。英語、ガードルブックとは13世紀から16世紀の間、中世ヨーロッパの修道士、聖職者、貴族がアクセサリーとして身につけていた持ち運びのできる小さな本である。革のカバーを表紙の先まで、 細長く伸ばして、端に大きな結び目を作り、帯やベルトに託し込めるようにしてある。本は逆さま後ろ向きの状態で吊るされており、そのまま上に抱え上げれば、すぐに読めるようになっている。通常、本の内容は宗教書であった。聖職者の政務日課書、平身と向けの自答書などである。ガードルブックは、ハンズフリーで本を持ち運べ。 盗難や風雨から本を守るといった実用的な機能もあったが、教養を受けた裕福な身分であるという社会的地位の目に見える提示の役割もあった。ガードルブックが最初に現れたのは13世紀後半で、15世紀の間に人気を獲得した。時には行々しく宝石をあしらえた贈呈用の本なども現れたが、16世紀の後半には本自体が珍しくなくなったのに伴い、 流行遅れとなった。ガードルブックを書いた絵図は数百点残っているが、元々の製本で現存する中世のガードルブックは23冊しかない。年代が特定できる例では、ドイツカストルのガードルブックが最古である。ガードルブックは、ハードカバーの表紙を超えて革や布を伸ばしているという点で、当時の他の製本様式とは異質である。特に地頭書のような小さい個人用の本の場合、 革のカバーは横にも伸ばされて、使用しない時のさらなる保護剤として使われた。端の余りの部分で本を包み込み、留め具や紐で安全に閉じられるようにしたのである。さらに読む時には、本はカバー越しに持ち、読者の指よりも清潔な革の表面で、ページに触れるようになっていた。これにより、中世の書物の多くに見られるような下部の余白のシミがつくのが防がれた。とはいえ、 読者が皆本を保護する持ち方を活用していたわけではないことは注意が必要である。ガードルブックスリップカバークリスピンセキシー2005アクセストディセンバー2006ありがとうございます。